わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は非接触で走行できる磁気浮上装置の研究開発を行っている崇城大学情報学部の先生を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学情報学部情報学科、柿の木俊夫教授の研究室じゃ。一体どんな研究を行っているんじゃ？私は非接触で走行できる、省エネルギー型の磁気浮上装置の研究開発をしています。この研究は独自に開発した複合磁石という磁石を用いてレールと車両をですね、非接触で走行させるものです。で、機械的な騒音もなく、メンテナンス費用も大幅に、抑えることができます。で、複合磁石と電磁石は分割構造という独自の構造になっていて、急カーブや走行時の安定性が非常にいいというのが特徴になっています。で、路面電車やですね、地下鉄や工場内での半導体の搬送装置として使うことができます。で、また従来の JR などのですね、電車や、路面電車というのは、電線から電気をこう取り込んで車輪のモーターを回してレールの上を走行しています。ですが、その際に問題になるのが、摩耗や摩擦でですね、音がうるさいという騒音問題であったりとか、メンテナンスを頻繁に行わないといけないといったようなことで、コスト面についても課題とされています。で、その課題を解決して非接触で磁気浮上の搬送装置が役に立つと考えています。何やら難しそうな話じゃが、具体的にはどういうことをやっておるのじゃ？私の研究は従来よりも省エネルギーで磁気浮上が行える搬送装置を研究開発しており、また走行に関してもリニアモーターというモーターを使って非接触で走ることができます。で、そのためには小型で軽量、コストのかからないような構造を考案しまして、例えば地下鉄の代わりだったりとか、市内電車の代わりとか、工場内で走行するような搬送装置の代わり、要するに車輪が必要のないようにするっていうのが一番の研究の目的です。今非常に噂になっている超電導リニア新幹線というものがあります。これは長距離を短時間で結ぶというのが一番の目的なんですけれども、我々が研究をしている上電導方式の磁気浮上っていうのは、コストも抑えられるし、建設費もそんなにはかからないということで、省エネルギーにもなるし、地球や環境に優しいということで研究を進めています。独自に開発しました磁気浮上用の複合電磁石というものを用いています。で、複合電磁石というのは、従来の上電導の磁気浮上方式ではコイルと鉄で作る電磁石だったんですけれども、その電磁石の鉄芯の中に永久磁石を挿入いたしまして、その永久磁石の吸引力を使って浮上させるための補助として力を貸してもらう。コイルの方はひっつかないようにですね、うまく制御するということで、いいとこ取りをしているので、複合磁石というような呼び方をしています。今後の目標はどう考えておるのじゃ？これからもですね、非接触で走行できる磁気浮上装置を、もっと新しいアイデアを使って低コストで作りやすいシンプルな構造のものを作って、磁気浮上の技術を世の中の役に立つようなものに、応用できていければいいなと思っています。崇城大学情報学部柿の木俊夫教授のこれからの活躍がますます楽しみじゃ。